の感想をお願いいたします。あ、いや、バイトでしょ。はい、バイト頑張りました。あ、はい、バイトで4桁いただきました。ありがとうございます。はい、選手の印象はいかがですか？いやー、それはぶっちゃけた話、まあ、キャリアがちゃいますからね。自分は考えてみてくださいよ。自分はもう50戦ぐらいして、どんだけ立ち技のキックボクサーの気違いたちに殴られてきたと思ってるんですか。そう思ったらまだまだ可愛い可愛い赤子ですよ。ただすごいですよ。本当にね、いつもこう自分もべちゃべちゃ喋ってますけど、喋るっていうのはね、なかなかリスク背負うし、みんながやりたがることではないんで、みんなね、ただ目立ちたいからやってるんやろうと思ってるかもしれないですけど、もちろんそれもあったりもしますけど、やっぱり大会をね、盛り上げようと、ヒロキング君ね、プロの仕事をしっかり4回戦やのにね、しっかりしたので、俺はすごい偉いなと思いますし、試合もね、頑張ってたんじゃないかなと思います。ただね、まだまだ今からデビューの選手なんで、温かくね、皆さん応援してあげてくれたら嬉しいなと思います。はい、戦ってみていかがでしたか？戦ってみて、まあガッツはあると思いますけどね、まあ技術はね、今からじゃないですかね。まあまだまだ、まあまあバイトですよ。はい、いつもキックはね、ライジンは本番の試合やからね、本職やから、ちょっとボランティアで殴られてあげてるんですけどね、バイトでね、殴られるわけにはいかないから、もう一発も戻ってないんじゃないですか、わかんないですけど、まあそんな感じです。はい、ボクシングに挑戦してみていかがでしたか？いや、俺ボクシング大好きなんですよ。キックボクシングする前からすごいボクシングも好きやったし、光栄でした。竹原さんとかね、内山兄貴に解説してもらって、ボクシングのファンの皆さんの前のね、前でボクシング経験がない俺がね、こんだけ出しゃばって試合させてもらったのはすごい光栄でしたけど、楽勝。ボクシング来ても倒されへんにゃ、早く倒されてもう喋るねみたいな。はい、ヒロキング君のボディですか？いや、わかんないですけど、まあないですけど、印象にないですけど、いやもうね、俺ね、ゴミ選手とかね、もう気違いたちに殴られてますからね、そう思ったらまあ可愛いもんですよ。はい、もう自分はなんだかんだ皆さん分かってくれてあると思うんですけど、なんやがんや言ってね、言ったことをやるために、やるのが男やと俺は思ってるんで、トライアスロンするって言ってね、なんやかんややってきてると思うんで、あとは一つでしょう。過去にね、なんやろうね、まあキックやって、まあ偉大も、過去に挑戦しましたし、あと何、ボクシングもね、挑戦したんで、あと一つかなと思ってます。それはね、近々見せれたらなと思いますし、トライアスロンはまだまだ続くのかなと思ってます。みんながね、こうじったりつほんま何すんやろっていうのを見せていけたらなと思ってます。はい、ボクシングでプロデビューするかもしれないですよ。なんで言うんって言うんですか？分からんすよ。今ボクシングのデビューの可能性は何パーセントぐらいでしょうか？いやでもね、今回ボクシングこうやって盛り上げに来たじゃないですか。俺がボクシング界来てしまったら、俺一色になってしまいますよ。またボクシングのファンと戦わなあかんようになるじゃないですかね。まあでも俺昔から言ってるんですけど、もう格闘技やってるやつがね、みんなこう成り上がってほしいし、格闘技が盛り上がってほしいから、ジャンル関係なくね、みんなでね盛り上げて、いい格闘技界にできたらなって俺は思ってるんで、K-1 にいた時のように自分の足で動いて、批判を食らいながらでもいろんなことを挑戦したいんで、そういう姿をみんなに見せたいんでね、だからボクシングの挑戦もありかなとは思ってますよ。はい、いやでも俺ボクサーとスーツやりたい。ほんまに兄貴ともやりたいですね。いやほんまに一回現役中に名前打ってから倒れたことないんで、ダウンはあるんですけど、あれはもうレフリーのおせっかいやから、一回大の字に倒れてみたいですね。もうそうなったら黙ります、やめます。もうそうなったら、はい、早く倒してくれ。いつもこうしてべちゃくちゃ喋って偉そうにしてますけど、こうできてるのは本当に、会場に来てくれる応援団や工事軍団や、そしてね、テレビの向こうで見てくれてるファン、そしてねアンチのおかげなんでね、みんなが一緒になっていつも盛り上げてくれるから、工事という名前があって、こうして喋ってます。いろいろね、
大変な時期ですけど、挑戦したら必ずいいことがあるっていうことをこれからも見せていけたらなと思うんで、みんなで頑張りましょう。格闘技界盛り上げましょう。ボクシングファンの皆さん、俺のファンの皆さん、格闘技のファンの皆さん、今日は応援ありがとうございました。